そしてな、1曲この曲だね。しょうもなかった曲、これ。これしょうもなかったな。これ何がしょうもないか皆さん見てください。めっちゃくちゃ上がれそう、はっきり言って。でまあトップ目なんで、正直三蔵はチーしようと思ってましたね。タイヤオでかわしに行こうと。まあこれもうペイいらないんで先に切ります。うん。でまあなんかすげえいい形になって、なんかちょっとポンするのもったいねえなと思いつつも、まあでも375持ちだからね、トップ目段次ポンして先手でかわそうかなと思ってるんですけど、全然泣ける範囲出ないなと。でリャウパワーにもなって、なおさら泣こうと思ってるのに全然泣ける範囲出ないんですよ。これ見事に見て、何も泣けないのマジで。何も泣けねえと思って、しかも何も引けねえと思ってて、なんならそろそろもうポンするの怖くなってきたんだけどと思って、この時は例えば親から数層出たりしたらそれポンせず行こうと思ってましたね。ちょっとさすがにちょっと安全牌なさすぎるわこれと、うん、思ってて、全然変わんねえんだけどと思ってると、ついに3層引いて、まあこれチーピンと数層、なんかチーピンの方が危ないんで、チーピン切り数層の方がまあ比較的安全度高いかなと思ってると、ここでふとしリーチ、そして数層、そしてこれ場を見たらこのいい数層が8枚見えなんだよね。いい層4枚目、数層4枚目で8枚見えじゃねえかとなり、支部はちょっとピヨピヨするわけですけど、そうこれね、数層がね相当通る範囲なんだよね。そうこれなぜ相当通るかというと、これはね、しかも打ってる時ね読めてたんだよね、ちゃんと数層が通ることは。これなぜ数層通るかというと、相図2355ってあるとするじゃん。2355ってあったとして、イーソ4枚切れてるから普通2切って355にするわけよ普通ね。だから55って切ってイー数層のパターンは相当少ないわけよ。相当少ないんだけど、この時によぎったのは、いやこれ2刺しの3色の単品3色出てくるパターンあったらマジ嫌だなと思ったわけよ。もう数層切りかかってたんだけど、2355 2切るって言ったけど、なんか2切ったらさ単品系がなくなるから、55って切ったらピンフをつけれるって言って、点数ないから打点欲しいからピンフをつけにいってるパターンがあるなとよぎってしまったわけよ。読みでは2355からは2を切るから、頭ではねまあもうこれは数層切るのがいいと思ってるわけよ相当。ただ体が8枚目のいい数層でこれ数層一発で打ったらとんでもねえ宝珠だなと、トップ目から。でリャンゾーはまあ 100% 通ると、だからリャンゾー切るかまあ数層切るかなんだけど、これ3ワンチーワンはねあんまなかったんだよね。まあどっちも通るんだけど、これ松ヶ瀬さんにチーって言われる可能性がどっちも結構あって、松ヶ瀬さんに親連チャンされたら超やだなと思ったわけよ。だからまあ3番チーワン切るはあんま考えなかったから、もうリャンゾーか数層だったんだよね、とにかくね。これはでもちょっとしょうもなかったね。これは数層行くべきだよね。単品3色とかレアだからね。でこれリャンゾー切り、へによってリャンゾー切り、そしてまあこのまま切るじゃん。でこうしてるとなんと張って、まあ三層はね3355からの5切りのシャンポンには普通に当たりうる範囲なんだが、でもこれは結構切るんだよな。これ切る理由はいろいろあるんだけど、まあ赤ウソとドラドペイ見えてるからシャンポンに打ってもそんなに高くないパターンが多いと。でなおかつなんかマンズがさ通ってんだけど、マンズ何切ってもね松ヶ瀬さんに泣かれてテンパイ取られる可能性あるんだよね。3も6も7も松ヶ瀬さんテンパせっかく抑え込んでんのに今それは最悪だから。であと一応まあ当然自分もテンパでしたな、リャンピン今通ったから出上がりも全然できるなと。ここで上がったらね4万点になって、まあ相当偉いということで、これは3層は切るんだけど結構ね僕は。ただ当たったとね、まあ当たったのはまあ結果論だからいいんだけども、とにかくね、まあ、この3層はまあ切る切らないは諸説あるにしても、
これなんだよな。やっぱここでちゃんとね、2355はリャンゾーから切るというのを分かってるのにね、スーソーいけなかったのがね、ちょっとしょうもなかったよね、これ。まあ、このスーソー当たるパターンは、例えばウーソーって切ってスッチッソのことなんてほぼないから、あるとしたらウーソー切って、スッチッソやめてにして赤引いてちょうどウーソーとフライドしてスッチッソとかなんだけど、そんなやめてにするやつなかなかいないから、だからまあ当たるとしたらもう本当に、打点が欲しいからピンフ付けに行きました、ウーソーみたいな感じの時だけなんだよね。で、それがね、どれくらいあるかっていう話だけど、まあ、ほとんどないよね、普通ね。だからまあ、ウーソー1個切れてるからさ、この時。だからまあ、2355とシャンポン系が悪かった場合、ウーソー切ってピンフを付けに行くパターンがあるかなというのを、よぎったんだよね。もう、スーソー切りかけてたんだけどね、本当に。いやー、それがやっぱよぎっちまい。よぎっちまったら、一発宝珠8000からみたいな感じ、大体。これで、スーソーって絶対ピンフついてるから、リーチ一発ピンフ、ホニャとかになるからね。これは、ちょっとしょうもなかった。これでもやっぱ行くべきだね、スーソー。ほぼ、読めてるわけだからね。当たんないと。これはちょっとよろしくなかったね。で、まあ、三層はまあ、切らなくてもいいけど、切ってもいいと思うからな。これはまあ、なんか松ヶ瀬さんに絶対泣かれない牌あったら、読めてるけど切れなかったってやつね。当たるパターンが少ないのは読めてるんだけど、ゼロではないから、そのゼロじゃないやつにビビったって感じ。なんか、抽選ボックスで、99% で資産が倍になるけど、1% で資産がゼロになりますみたいな。そんな感じのやつでビビって引けねえみたいな感じ。自分を信じきれなかった時、いや、自分を信じきれなかったっていうのとはちょっと違うんだよな。これは数層がかなり通ると分かってて、ただ当たることもあるのも分かってるわけよ。ごく稀にね。だからそのごく稀の方をビビっちまったってことだね。でも普段はね、あんまりそういうごく稀ビビんないタイプだから、これは普段でね、ちょっといけなかったね。もう、ごく稀なんてね、ごく稀なんだから。ほとんど起きないんだから。これ一番反省だね、マジで。うん、で、三層が面単赤に当たって、うわー、赤あるよーってなって。単ヤオもあるし、赤もあるし、みたいな。思った中で、一番高いぐらいの手が出てきて、グエーってなってたけど。まあまあ、まだトップ目ということで。チャンネル登録、高評価ができればメンバーシップ登録お願いします。